遠く東の方に雄大な火の山の噴煙が漆黒の天に赤々と生えていた。やがて月が昇り、野の果てにようやくまばらな人家が見えてきた。秋爪、秋爪はおらぬか。とよりは点々と立ち防屋に向かって大声で叫んだ。その声は幾重にもなって山並みにこだましたが、答えるのは夜風になびく枯れ草わらのざわめきだけで、路傍の家々はただ不気味に静まり返り、覗き込んでも人影はなかった。高句麗騎馬兵とみなされることを恐れ、馬を降りて歩みながら、豊里はさらに呼び続けた。ふと、遠く小さな火の点が揺らめくのが見えた。豊里は馬に飛び乗ると、その火の点に向かってひた走った。近づくにつれ、揺れる火の点は一本の松明になった。秋爪か！かすかに答える声がして、揺らめく松明の光の中に女の白い顔が浮かんだ。馬から飛び降りると、豊里は転がるように駆け寄った。秋爪、秋爪だな、豊里。松明を投げ捨て、おどねの胸の中に倒れ込んできた秋爪を、豊里は力の限り抱きしめた。やがて秋爪を馬に乗せると、豊里はその指さす方へ手綱を引いて歩み出した。あわ、慣れの光栄だ。馬上から秋爪が声を弾ませていった。何、我の子じゃと。そはおの子かおなごか。名は何と申す。おの子で、名は高き。高き氏にちなんで、そなの神尾さより授けられた。その子がもう四つになる。秋爪の積むという防屋に着くと、豊里は裏手の祖林に馬を隠した。かまどの火がわずかに入る家に入ると、秋爪は駆け寄る幼子に呼びかけた。高き、子は、慣れの父ぞ。いぶかしげに見上げる子に近づいた豊里は、太い腕で抱き上げた。おお、高きか。ああ、似てかわゆい子じゃ。見知らぬ男に抱き上げられた高きは激しく泣き出した。豊里、あの父母じゃ。部屋の奥に横たわる老婦と、その傍らにうずくまる老母の姿があった。老婦が弱々しい口調で呼びかけた。なんは豊里殿か、秋爪の父じゃ。遠慮よう尋ねてくれた。豊里は病床ににじり寄ると、病人の痩せた手を取って言った。秋爪のててご母子ならば、兄とっても父母じゃ。その父母に会えたのは誠に喜ばしいことじゃ。老婦が息をあえがせながら訴えた。すでにそなの民は皆逃れそったが、我らは病のため逃げることができなんだ。なが来てくれたのは願ってもないことじゃ。どうか少しも早く娘と孫を連れて逃げてくだされ。何を申される。お二人を背負ってでも共に逃れようぞ。相手は苦難の隼人を従えた高句麗の大騎馬軍じゃ。足でまといの我らが追っては到底逃げおせぬ。我らを置いて早く逃げてくだされ。遠く川の南岸の夜空を染める紅蓮の帯が望まれ、血をとよもして軍馬のひずめの音が近づきつつあった。父様母様が置いてはいけぬ。秋爪が悲痛な声を上げた。老母はよろめきつつ立ち上がると秋爪の方を打った。このままは爺様とここに残るしかないのがわからぬのか。なれど母様、まが言うか秋爪。老母が傍らの高槻をつかんで秋爪の足元に投げつけた。破片が飛び散り、高木が激しく泣き出した。おい先短い、我らはこの地で死のうとも悔いはないが、納屋高木まで殺されては死んでも死にきれぬわ。さあ豊里殿、娘と孫を連れて早く逃げてくだされ。母様、
なんということを。この母の思いが分からぬなら、もはや親でも子でもない。たった今親子の縁は切ったゆえ、さっさと出て行け。老母は布を打つ絹田を取り上げると、震える手で頭上高く振りかざした。秋常は蒼白になって榊をかばうと後ずさりした。蹄の音はさらに高まり、川を渡るざわめきが間近に迫っていた。はよ伏せるか。防屋内に老母の絶叫が響いた。豊頼は絹田を振りかざしたまま、激しく身を震わせている老母にゆっくりと近づくと、その手から絹田を奪った。母子、もはや逃れるには遅い。この場にあって何とか生き残る手立てを講ずるしかありますまい。秋常、名はまずかまどの火を消せ。そして母子や榊と共に奥の手手頃側に寄るのじゃ。豊頼の言うままに秋常は炉に水をかけると、榊を抱いて父親の病床の傍らに寄った。それを見届けると、豊頼は扉近くの太柱の一つに手をかけ、揺すり始めた。屋根からかやぼこりが落ちる中、豊頼は渾身の力で引き抜いた支柱をゆっくりと横倒しにした。もうもうたる土煙とともに、防屋の半分が倒壊した。馬一頭では五人が逃れることはできる。わしは二馬車を手に入れてくる。略奪が目当てのクナは、倒れたこの家には目もくれるはず。みんな、じっと身を潜め、決して声を出してはならぬぞ。言い置いて遠くを抜け出る豊頼を見送り、暗がりの中で四人は息を潜めて身を寄せ合った。川を越え、北岸に達した高句麗騎馬団と倉の軍は、そなの民がすでに逃れ、抵抗勢がないと見て馬を降り、無人となった防屋に次々と侵入していった。暗夜にうごめく多数の黒い群れは、手に手に松明を掲げ、米や泡などの穀物や酒を見つけ出し、引いてきた荷馬車に搭載していった。不意に近くの防屋から数名のその兵が飛び出すと、倉兵に切りかかった。そなが隠れていたぞ、皆殺しにせよ。歓声が上がり、剣を打ち合う響きが闇に走った。騒ぎに気づいた倉兵が続々と駆けつけ、その兵を取り巻いて切りかかった。夜風に煽られる松明の光の中に血しぶきが飛び散り、その兵の断末魔の叫びがこだました。まだそなが隠れておるやの知れぬ、火を放て。竹に立つ倉兵は、その兵が潜んでいた防屋に手にした松明を矢継ぎ早に投げ込んだ。炎は枯れた茅を見る間になめ、火炎が夜空に吹き上がった。今夜はこれまでじゃ、いざ引き上げ。号令が響き渡り、略奪部隊は次々と馬車を巡らして走り出した。その最後尾を走る馬車の傍らに、どこから現れたか一騎がすり寄った。次の瞬間、荷馬車に飛び移った大きな姿は豊頼だった。気配に振り向く倉兵の背を短剣で貫くや、馬車から蹴落とし、震える御車の首に血の滴る短剣を擬した豊頼は、その耳元で低く言った。わしは末路の豊頼というものじゃ。命が惜しくもわしの言うことを聞け。待ってくれ。あは高句麗兵ではない。隼人族の和式というものじゃ。隼人族じゃと？そうじゃ。隼人はその国にも大勢おる。もともとそなに恨みがない。ならば、わしに従うと誓うのだ。豊頼の乗っ取った馬車は、先を行く騎馬軍から少しずつ遅れ、やがて道をそれて、元来た方角へ引き返し始めた。根こそぎ略奪を受け、火を放たれたそなの集落は、夜風にあおられてすでに燃え落ち、煙が低く血を這う中に、わずかに秋爪の家が残っていた。豊頼は、和式の馬車に積まれた略奪の荷を投げ捨てて、場所を開けると、遠くの茅を剥ぎ取ってそこに敷き詰めた。ついで豊頼は、病の老婦を背負い、老母の手を取って馬車に乗せ、秋爪と榊も乗せると、四人の上に荒むしろをかぶせ、己は騎乗して馬車の傍らに着いた。さあ、
航空軍に気づかれぬうちに徳港区に向かうんだ。わし、直ちに馬車を出せ。騎乗の豊利が先に立ち、わしが鞭を上げて宙に鳴らすと、二頭立ての二馬車は月光を浴びつつ車軸をきしまって走り出した。豊利の狩る馬と和式の御する二馬車は、寒風に枯れ草が舞う筑後河畔を駆け抜け、北岸の中ほどに立つ松露連合の巨大な砦に駆け入った。豊利はまず夕姫に、秋爪とその両親を訪ね当て、さらに秋爪との間に生まれた我が子を高き思えて連れ帰ったことを告げた。夕姫は豊利の労をねぎらい、その家族をいたわるよう言葉を添えた。ついで豊利は軍議の席に呼ばれ、己の捕らえた隼人族の和式を伴ってその松田に加わった。和式は問われるままに、蘇我の高栗勢が松露同盟軍に対し明年年明けに大攻勢を企てていることを話した。豊利が一振りの鉄拳を差し出した。それがし蘇我の戦の後でかようなものを手に入れました。受け取って司祭に見ていた瀬戸もがいぶかしげに返した。我らの見慣れた鉄拳だが、これが何か。さよう、これは確かに我らが弁心の血で作った鉄拳だが、これを持っていたのが高栗の兵だと申せば。なんと。豊利の言葉を皆まで聞かず、瀬戸もが声を上げた。それは佐原から松戸に向かったまま行方を絶っていた二隻の武器運搬船が高栗の軍船に襲われ、積載した武器ごと奪われたという明確な証だった。これまで高栗勢は騎馬の戦いには長けているが、鉄製武具を持つ者は少ないと見ていたが、和の鍛えた武器が彼らの手に渡っているとすると、状況は容易ならざるものとなる。豊利らの報告を受け、松露連合の防衛準備は火急の事態を迎えた。砦の一室では、瀬戸もと竹早が林脇家の絵図を挟んで柵を練っていた。北上する敵は何としても綱の菊池側で阻止せねばならぬ。いや、むしろ船木場軍の出立の後、その京をついて夜半海上より直接船の本拠を襲ってはどうか。竹早の問いに瀬戸もが答えた。船の総船数30のうち9艘の都会船が騎馬軍と共に戦に加わるとして、他は我らの奇襲に備え彼の地に残るものと思われます。ならば我らも菊池川河口を水軍で固めるようがあろう。松戸川に係留する我が軍船のうち10艘を菊池川河口に回すにはいかほどの日がかかろうや。松戸川を入れ、火の根分けの伊予比国を回り、昼夜を沸かさず急いでも10日はかかりましょう。また林脇家の海に入れば、直ちに船水軍と海戦になることも避けられるものと思われます。軍船10艘の開港を請う伝令が時を置かず松戸へ送られた。